よし、あとは竹三日槌で2つダメージスモッグ拾って引けるかな。全然ダメだな。確か2億ぐらいあったはずだから多分ダメだな。うわ、ゲージすら飛ばせてない。よし、帰ってきた。で、ちょっと編成を変えてブレーメン入れました。スピードアップで加速して一気に弱点2つ殴れば多分いけると思うので、それでやっていきます。で、博士倒す。で、バジリスクも倒す。よし、で、ちょっと今の配置だと SS 打っても加速拾えないので配置します。で、横さん、横さんじゃないな、レイチ外してかけたな。で、ブレーメンも横さんにして、お、ナイスワイド、拾える位置に来るといいんだけどな。よし、これなら多分拾える。倒しすぎない程度に軽く削るくらいで。あー、もうちょい削りたかったな。でも多分これで拾って拾ってダメージスモッグ2つ拾っていけるかな。このルートいけるかな。ちょっと角度があれな気がする。そしたらこうしよう。下から、左下からつくような感じで。よし、よし、できた。よかった。バイバイ。